こんばんは、元男の子の青木かのんです。タイトルにもありますが、なんと彼氏のあたるくんが私のチャンネルに戻ってきました。イエーイ。いや、ちょっと嬉しすぎて、ちょっとどう表現していいかわかんないんですけども。あたるくん、もうここに立ってないんで早く戻ってきてくださいよ。ちょっと嬉しすぎて。神々や、失礼します。ちょっと、お帰り。お帰りじゃないですか。ただいまですね。てか痩せた？髪切ったから。前よりちょっとイケメン度が増したんじゃないですか？来たか、これ。いや、ご無沙汰します。ご無沙汰してます。あたるくんが私のチャンネル出なくなってから、1ヶ月ちょっと。期間的には1ヶ月ちょっとかな。まあ短いよね。まあ短いよ、ね。一応視聴者さんに事情を説明した方がいいんじゃない？出れなくなった経緯と戻ってきた経緯。もともとこのカノンさんのチャンネルに2020年の年末まで出させていただいてました。ただ家庭の都合もあり就職活動を続けていて、年明けから次の会社さんに入社が決まってました、はい、就業規則上動画の出演が難しいというところで、2020年の年末で僕の動画出演というのを終了してますと。盛大に見送り動画を3本出させていただきましたよね。出させていただきましたっていうのが出演しなくなった経緯です。で、なんでまた出てきたかっていうところなんですけど、1ヶ月経って現在ですね。前段でお話しした就職先が決まっていました。ただ、コロナの状況があって、そこのね、入社の内定をこう取り消し、1月の頭に実は話があって、まさか身近にそういう人がいると思わなかった。なんかテレビではめちゃめちゃ聞いてたけど、ただそこってなんかもう変えられないからさ、現実だしね、っていうことがまあいろいろありました。話もう少し進めていい？ちょっと待って、その前に私実はね、あたるくんに渡したいものがある。渡しても？ちょっと待って、ちょっと目つぶってて。あ、サプライズ的な。ちょっと待って、絶対目開けちゃダメだよ。開けたらもう私のキスが待ってたよ。あ、じゃあ絶対開けないよ。ダメだよ、開けちゃダメって言ってるでしょ。手元にないから開けられない。タンバリンキスが待ってるわ、目を開けた瞬間に。うん、絶対開けない。それはそれでまた別問題ですよ。ダメダメダメ。ケーキ？違うよ、ちょっとやめて。あのロレックス。え、ゴキブリとかじゃないよね。やめてくださいよ、それは違う。私はあれだからね、一応わたるくんの喜ぶ顔が見たい。あれ、目開けてない？開けてない開けてない。本当に？いや、本当ゴキブリとかじゃない。キスしちゃうからね。いや、それ本当噛んで、なんか甘い気がする。ケーキでしょ。違う違う。わたるくん、そろそろ目開けてもらうんですけども、じゃあ私の合図で目を開けてくださいね。3、2、1、どうぞ。このネームプレート今回のメインディッシュなんで、あたるくん、これを回転して自分のネームプレートを自分に向けてください、うん、じゃあ回転します。はい、回転。めっちゃ受けんな。これ書いてもらったの？書いてもらった。工事コーナーの人にお願いして書いてもらった時に、正し書きはどうしましょうって言われたから、コロナ解雇どんまいって書いてくださいって言われて、すごい苦笑いされた。だからこういうこともあるけども、まあ、気を落とさずに甘いもの食べて、これからも一緒に支え合って頑張りましょうっていうことです。実はね、事務所の方に視聴者様からあるものがいただきました。福笑い？違います。商売繁盛。おー、こちらを、2点いただきまして、手紙が来てます。読みます。はじめまして、箸メーカーの氷左衛門と申します。以前わたるさんがお箸の持ち方の矯正をされたお話の動画を拝見し感動いたしました。ぜひ矯正した後におすすめの持ちやすいお箸をお送りさせていただきたいと思いまして、勝手ながらお箸をお送りさせていただきます。でこぼこした形状は千差万別 99.9% の方の手にフィットし、持ちやすく食べ物をつまみやすいのが特徴です。夫婦箸でカノンさんとワタルさんのお名前入りです。お二人でお食事の際にお使いくださいませ。株式会社氷左衛門様よりいただきました。ありがとうございます。箸メーカーの方からワタルくんと私に。これは事務所に届いたの？そうですそうです。なのでこれを使って今日はですね、あえてお箸で食べましょう。はい。すごい嬉しい。いや、この箸もそうだし。あ、これ、なにこれ？こっちは何？折れたバットをリサイクル、カット箸。え、野球のバットだ。しかも、カノンって書いてある。プロ野球選手が使った、やば！え、これ NPP 公認だよ。日本プロ野球連盟機構みたいな。え、ガチモンじゃん。ちょっとこれ輸送の際になんか割れちゃったらしいんですけど、この箱が。商売繁盛、いい言葉だ。2021年始まったばかり。わたるくんのだからね。わたるの刻印入り。ちょっと画面に。すごいね。これ、カノンって入ってます。見るか。すご
いね。じゃあこれ食べましょうよ、はい、そしたら今からこれを食べながら私がちょっと質問っていうか話してほしいお題用意したので、うんうん、ちょっといいですか、うん、一つ目コロナ解雇について、まあ、当事者から、うん、もう渡るくんコロナ解雇なわけじゃん、うん、あとは今後の YouTube での抱負。ああ、そうだ、また出れるようになったからね。それについて話しながらちょっと食べていきましょうっていう。コロナ解雇ドンマイってさ、すごいいいね。これってさ、捉える人によって重いじゃん。重いね。コロナで解雇って。こういうのをこう表で話題として出してくれて、こっちはね、気が楽になる。じゃあいただきます。はい。しかもあんなに勢いよ、転職しますって言ってさ、コロナ解雇でしたってちょっと言いづらいよね、自分からしたら。うん、うまいね。そう、28歳の胃袋にはきついですか、やっぱり。まだ全然いける。まだいける、うん、なんか結構、生々しい話を、まあ、すると、まあ、書類選考とかいろいろあったじゃん。それでいろいろある程度一定期間設けて、まあ、時間をかけてさ、うん、でこの会社でこういうことしたいなと思って、自分の家庭の状況も踏まえての話なんだけど、東京と栃木往復ってさ結構壮絶だったもんね。そこも踏まえてやっとこうなんか希望が叶ったなって思って、就職先が決まるじゃん。でその時に思ったのが、うん、なんかいろいろこう検索をして調べてさ、この会社だったら自分が叶えられるなって思って、はい、そこに内定して、まあ、仕事ができてバランス取れるなと思ったんだけど、うん、コロナのこの状況もあって結果ダメですよって話になった時には正直めちゃくちゃ悔しかった。悔しいけど冷静になった時に、結局その就職先の会社も、このコロナの状況を受けてるし、もともといるさ社員さんがいるわけで、その人たちを多分守んなきゃいけないんで、その人たちにもしっかりお金を払わないといけない。まあいろいろ結構話して、まあしょうがないかなって思って折れた。本当？本当に？私は分かんないからさ、当事者じゃないからそう思っちゃうかもしれないけど、痛くないみたいなさ、なんかそんな風にならない？なんで会社に残ってる人と解雇されちゃう人が分けられなきゃいけないのみたいな。でも会社のことを思うと仕方ないなみたいな感じ。仕方ないかなっていう話かな。結局なんかそうなっちゃったのはそうなっちゃったのも変えられないから、前向くしかなくて、みんな多分思いがあるし、今のこの状況をどうにかしたいって気持ちはあるの。ぶっちゃけその解雇になった人って渡るの会社だと何人ぐらいの渡るぐらい解雇というか、あれなんて内定がなくなってるから、まあ、そもそも会社のこと分からない。調べたの、内定取り消しと解雇ってなんか厳密ではなんか同じ意味。いやもうほぼほぼイコール。じゃあ多分渡る以外にもコロナで内定取り消しを食らった人いるってことか。いっぱいいるんじゃないの。渡るは今あのフリーランスで、なんか動きをこうだっていうのは今決めてないけど、うん、まあ、その方向で動いていこうかなっていうのは考えとしてあるかな。ただこの間電話の時話した通りで、1月がちょっと怒涛すぎていろんなことが起きすぎて、数の子しか記憶ないもんね。数の子やっぱり今年も食べれなかったんで。あ、それもそうだし、ちょっとね疲れちゃった。え、それだったら私あれ癒しますよ、全然膝枕。ケーキ食べよ。でもこれ全部食べたらあれだ、この後一緒にご飯食べに行くのに食べれなくなっちゃう。渡るにね、あのお疲れ様会をしたいなと思って、この後私が個人的に好きな焼肉屋さんにお疲れ様会しようかなと思って。こうやって支えてくれる人とか応援してくれる人がいるからね。今後の YouTube の抱負何ですか。何ですか。 YouTuber デビュー、とちきん、栃木の出身だから、とちきん、とちきん TV。 抱負2つあります。1つが、まあ、ちょっとおこがましいんですけど、まあ、視聴者さんに対してまたこうやって動画出れることになったので、そこに対して、まあ、コメント欄でもいいんですけど、求めているものに対してこう答えられるようにしたいかなっていうのが視聴者さんに対して一つ。例えばなんかコメントでなんか全部それに合わせるわけじゃないんだけど、こういうの見たいとかさあるとするじゃん。そしたらなんかそれをやってみたい。なんかいきなり堅苦しくなって。で2つ目がまたこのカノンさんチャンネルに出させていただけることになったんで、もちろん支えつつ、お、例えばなんかやる動画一つにしても、まあ、いろんなこうなんか内容を考えたり準備とかあるでしょ。そういったものに対してあの、しっかり、ちょっと待って、おい入らんじゃねえよ、しっかりサポートをできればいいかなって思ってる。なんで今後の YouTube の長期的な目標に関しては、うん、まあそんなところですね。でもなんかさ、渡くんさ、ちょくちょくさ私に連絡でなんか最近元気ない、大丈夫みたいなさ連絡来る。あ、心なしこうなんか元気ないんじゃないかなっていうのを。あ、でもね、本当のこと言うとちょっとだけ本当に出なくなったんだなみたいな。福袋とか開けたしね、1月元気よ。渡るか別にあれだよ、別に動画出なくてもそんな。じゃあ本日をもって終了します。いやそれは辛い。で毎日投稿毎日投稿って大変だよね、すごいと思う。
なんか戻ってきたなって感じ。戻ってきたなってなんかカッコつけてる。我が家に戻ってきましたという感じで、引き続きですね、楽しんでいただける動画を頑張って公開していきますので、これからも私とわたるくんの動画出た際は応援よろしくお願いします。今回の動画が少しでも楽しいって思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。あと私の SNS とわたるくんのノートも画面の下にありますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。ふー。